ってくる。窓を開けてちょっと深く深呼吸。膨れ面の君思い出して笑う。喧嘩した翌日は留守電にしっぱなしだろう。笑い合うこと何気ない会話、毎日の暮らしの中で戻っていくこと。何も考えずに浮かんでくる言葉、ふとした瞬間が大切だって。君におはようって言って、メッセージを残して、僕の一日始まりで駆け抜け、まるで何もなかったみたいに電話してくる君の声が好きなんだ。邪魔して、当たり前なことが不透明になって、僕よりも僕のことうまく愛せるのは君しかいないんだって分かって悔しかったんだけど、先入観って自分にもあるね。どうせダメさなんて自爆もせずに